どうもお疲れ様です、吉谷さん。まあね、この吉谷さんへの動画返信がね、ちょっと休憩がてらの動画撮影ってことになりますね。まあ、私が今ね、ちょっと政治家を目指そうかなと思ったのに、ちょっと訳がありましてね。もともとは麻雀店だったわけですよ、私はね。麻雀店の時は、お金にも時間にも余裕がなかったんで、自暴自棄だったわけですよ。まあ、独身でしたしね。まあ、このまま終わってもいいかなと。もうなんか、将来もなんもないな、クソもないなと思ったんですよね。まあ、そんな感じでね、やけになっていたわけですけども、ネットビジネスに出会って、そして、それを最後の挑戦としてコツコツやる中で、利益が生まれていってね、私の借金がみるみる消えてね、それこそ月間で50万、100万というペースで消えていきましたんでね。最後の返済なんてのは250万一気に三井住友銀行にしましたからね、一発でドーンという感じですよ。それからモビットにも借りてました。モビットはね、300万限度額借りてたんですよ。で、モビットの限度額はなかなか減らなかったんですけども、そこにもね、ドーンと一発で返してね、これ見たかみたいな感じでしたよね。すごく、まあ、心地が良かったです。やっぱね、債務を全部ね、一社ずつ返すと、本当トータルで3000万になるわけじゃないですか。一社あたり250万から300万の返済が残ってましたからね、それをね、1ヶ月ごとにあった、そんな時期があったんですよ。今お話したように三井住友に250万、モビットに300万みたいな感じで返すんですよね。その他ね、SBI というところにもカードローンを組んでいたりとかして、利率が 14% だったと思いますけども、もうそこにも70万ぐらい借りてたんですよね。まあ、様々ありますけども、思い出せないです。まあ、そっからビジネスが手に入って、借金きれいになってね、それからは、家を一括で買う余裕までできたりとか、以来、両親にもずっとお小遣いをね、毎月毎月あげたりとかして、いや、なんかね、こういう年の取り方したかったんだよね、みたいなのに、だいぶ近づいてきたんですよ。で、その中で、私の元に、やっぱ稼ぎたいって人が来るわけですよね。私も速稼塾なんてやってますから。で、ビジネスを教えていって、もちろん稼げるようになった人、人生を取り戻した人ってのは結構いるんですよ。結構いるんですけども、逆にですね、私の指導が至らなかったところもあったりとかして、結果が出ない、儲けることができなかった方もいるんですよ。ただ、速稼塾に入ると、最低でもみんなね、10万とか20万稼ぐんですよ。そういうカリキュラムもありますんでね。で、それを踏まえて、でもね、10万、20万ってのは、いわば小銭なんですよ。そうじゃなくて、人生を変えるためには10万、20万じゃ全然ダメで、やっぱり数百万とか数千万っていう単位が出せるようにならないといけないんですよね。で、そういう方が少ないよって話なんですよ。で、数百万とか数千万っていうと、やっぱり月収で言うとね、やっぱり100万とかが一つの目安になってくるわけですよ。ただ、専業でネットビジネスだけってなると、月収100万は、サラリーマンの月収30万と同じっていう意識を持たないといけないんですよね。まあ、その中で、ちょっと話脱線したんですけども、なかなか結果の出なかった方ね、数百万、数千万のところにたどり着かずに、ちょっとね、志半ばで折れちゃった人とか、あとね、合わない人もいるんですよね。うん、合わない人。どうしても、ビジネスをしてお金を稼ぐのが負担だって方もいるんですよ。で、そういった方のために何ができるかなって言ったら、お困りの方の意見を聞いてるとね、やっぱ制度を変えなくちゃいけないってところもあるんですよね。で、そこから私は政治家になっていった方がいいのかなと思うようになったって話です。続きはまたね、次回させていただきます。それでは。